皆さんこんにちは。白馬スポーツチームスロープ代表上浦亮介です。スロープタイムレース第3戦、ここ白馬五竜スキー場で行っていきたいと思います。バーティカルレースになりますので、ぜひぜひ今回も皆さん楽しんでいってもらえたらと思います。まあ、初めてのタイムレースの会場なので、結構ですね、面白いんじゃないかなと思います。で、頂上なんかは特に景色もいいですし、白馬三山がバーンと眺望できますので、ぜひぜひゴールで写真撮影、達成感を味わっていただけたらと思います。で、まずタイムスケジュールを説明していきたいと思います。まず受付が7時半から8時半受付となっております。8時半に競技説明を行っていきますので、受付の前あたりですね、スタートの前、このあたりがスタートになりますので、8時半にはスタート前に集合をお願いします。小学校 1,2 年生の部のスタートが9時スタートになりますので、9時にはスタートに集合をお願いします。で、小学校 1,2 年生の部が終わり次第、9時15分小学校 3,4,5,6 年生の部が9時15分スタートとなります。でですね、まあ、このゲレンデの見えている頂上部分がゴールとなりますので、小学校3年生から6年生の皆さんは9時15分スタートとなります。で、そこから5分後ですね、5分後に中学生以上の部スタートとなりますので、中学生以上はその上のゴンドラ上部のさらに上の地蔵の頭というところがゴール地点となりますので、ここまで目指して頑張ってください。競技終了をだいたい11時頃目安としておりますので、準備ができ次第表彰式となります。表彰式は下のこの広場、スタートエリア受付の前あたりを表彰会場にしたいと思いますので、11時30分にはお集まりいただけたらと思います。で、今回もですね、豪華ゲストランナーをお迎えしてレースを開催していきたいと思います。今回はキングオブスキー渡部暁斗選手、それから渡部義人選手、そして宮沢博之選手とですね、3人ともオリンピアンとなっておりますので、ぜひですね、3人と一緒にレースをしていただけたらと思います。それから注意事項を説明していきたいと思います。受付はですね、このスタート地点の広場のこのスタートエリアのあたりで受付を行っておりますので、お集まりください。で、控室はスキー場のレストハウスエスカルプラザの中の部屋をお借りしてますので、そちらを控室としてお使いください。中学生以上の選手は上からゴンドラで下車していきますので、ビブをチケット代わりとして提示してください。で、応援者の方もゴンドラで上の方で応援することができますので、受付でゴンドラのチケットを購入していただいて、ぜひ上で応援してください。で、小学校3年生から6年生は中間地点がゴールとなりますので、ゴールしたらですね、まあ、ゆっくりスタート地点まで下ってきてもらえたらと思います。で、必ず持ってきてもらいたいものが水分 500ml と、まあ、帽子を必ず着用してスタートをお願いします。で、コロナ対策を各自徹底してお願いします。それではスロープタイムレース第3戦も皆さんで盛り上がっていきましょう。では、よろしくお願いします。
perfect together. But you hurt me so much that I had to leave you. Girl, I thought that you and I would be perfect together. But you hurt me so much that I had to leave you. When there's no